あ、待って、で顔だけをメイクしてくれるんですよね。うん、なんでしかもあの1カメさん2カメさんでなんかやってくれるらしいんですよ。ポンポンやってくれるらしいんで、で俺はただまっすぐ見てる。あーすごい、ね、で最後サビでドーン、お前こんななってるやんけーみたいな感じ行こうみたいなこと言ってくれたんで、で遅かったラブソングでそのままラーラとラララララって入っちゃっていいですよね。うん、オッケーです。ちょっとやってみますか。はい。いきます。トモコと二人で暮らしてた頃、ハッピーでナウな日々だったの。買い物に行ってきますってトモコ。あ、行ってらっしゃい、気ぃつけてねって話だし、それっきり、かれこれ、いずれにもなるべが、買い物に行ったきり、いずれも帰ってこないようなことってどこにいるもんだべか。寂しくて恋しくて、トモコの履いてたパンティいつもほんずりしてるの。この歌をあなたに聞かせたかった。この歌をあなたに聞いて欲しかった。この海の向こうに旅に出た君に間に合わなかった花束の代わりに。ラブソングまるっともう持ってってさ、お前歌うんかーいってどうなるだろう、ほんまもう怖ーて怖ーてしゃあないっすわ、ね、でもこれ村屋さんもう本当にあのもし俺の音聞こえなくなったとしても全然あの、うん、村屋さんがやってくれればあの、うん、ずっと話してくれれば俺多分それに合わせてやるんで、うん、村屋さんが多少早くなろうとも遅くなろうとも喋、うんうん、りんところはそのまま行って、でさが3回目の秋だーんで、うん、でここで、うん、でちょっとゆっくりしたりしてもいいし、うんうん、めっちゃゆっくりになったとしたら僕が調節もできると思うんで、もうミュージシャンだね。そうですね、大船に乗ってください、大船に乗ってください。なんで今んとこ顔にこれご覧の皆さん本当に多分この YouTube チャンネルで一番出場してくれたら僕の次に村さんだと思いますね。ありがとうございます、本当にどうもありがとうございました。はい、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、神奈川君頑張るぞ頑張るぞ。うん、ゆうりさんのドライフラワー、金子智也弾き語りバージョン、キー4個下げ。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね、二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。仮に魔物が揺れる、きっと私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ、赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた香る。
とこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 抱えてよ。ありがとうございます。